司令塔はこの隅田です。ワントパス受け取ってフィーラー、ペイントアタック仕掛ける、先制するのは佐賀です。ここも激しくついていく、キングが奪ったターンオーバーです。そしてダンク、隅田から岸田、そして西川、坂田とのマッチアップです。キングは壁を作ってエルボー、決まりました。途中出場の井上はドライブ仕掛けていくがジャンパー、ここは収めていきました。そしてキングから井上、隅田、この速いパス回し、フロイド連動性を生かしながらファイパプムールです。速攻を仕掛けてきた愛媛です。もう一度佐賀のポゼッション、6点差、西川は3、決まった。第1クォーター残り 2.6 秒、ロングパス、ここはアリウープの形になりました。ここはうーんと当たっていきましたが、ガルシアがレイアップ、イージーバスケット。久しぶりの試合、昨日は20分のプレータイム超えていきましたが、スリーポイント。さあ西川は後ろ、今度はこのカットイン、そしてアシストしていたキング、同点に持ってきました。佐賀愛媛庄司ヘッドコーチがタイムアウトです。こちら見事なドライブがありました、隅田、フリーナをかわしてのダンク、フィッツジェラルドピックアンドロール、そして受け取ったフィッツジェラルドはうんとブロックショット、フィーラーです。ここきちんと対応しながら、今度は自ら行くが西川のスティール、カットがありました。ポストプレー2人ついている愛媛、そして速攻、キングです。石田から隅田、隅田はロングスリー、決まりました。西川速いパスを受け取ってピックアンドロールの形、ここはトップからフェイダーウェイです。西川、得点が決まりました。後半最初の得点、愛媛10点差。そして岸田はこの位置から決めていきました、ミドルショット。昨日よりもギアを上げてチームワークバッチしていきたいところ、ショットクロック残り5秒、坂田は惑わしながら、ここは苦しみながらシュート打ってきますがターンオーバーです。そして井上、ヒーラーも切り込みながらタフなショット。さあ逃げ切りたい愛媛、そして追いかけていく佐川、ここは鮮やかなステップを決めていきました、トップ付近。そして西川はセットクロック残り4秒ですがフェードアウェイ、鮮やかに決めていきました。うんとカットしてもう一度フィーラー、ターンオーバーとなりました。さあここからダンク、フィーラーです。そしてガルシア、西川のスリーは収まった、西川のスリーポイント、いました。リプレイご覧いただきます。この決まったスリーの、おーっとここはバイパ、愛媛が13ポイントです。さあここはアシストした西川、そしてキングはバスケットカウント。そして愛媛はこれでチームファール5つ。ここは隅田、ヒーラーはシュートを打つ、決まった